夜帰りが遅かったのはなんでなんて聞くつもりはないよ。君からの返事がなくていつもと違う香水の匂いがしてもたまにある朝帰りでも君は大丈夫だって気ぃ利かせていた。年末のバラエティ二人で見るはずだった。 LINE の返事も見とって数時間が経ってきっと忙しいに優しい君。